これ一気に入れれるよね。一気に入れるね。さあ、ウィーラブリーやっていきましょう。え、嫌がらせですか、この画面。何がすか。いや、あなたがこれ設定したんじゃないですか。これが見栄えいいからって。言うでねえよお前。そういうのお前。はい、今回ね、ちょっとベッカム、まあ俺持ってないんだけど、樹海さんは。ありましたね。まあちょっとあの残念ながら当ててしまったんですけども。残念ながら。上限アップトレーダーの方。はい。結構ぶっ込むらしくて。そうですね、前のツアーイベントで取れたやつがかなりまだ残ってるので、うん、ではベッカムといったらフリーキック、はい、でうちのチームにパイエットいるんですけど、うん、あの動画見てなんかあれになんか対抗して、はい、ベッカムのフリーキック系の能力を上げたいってことですよ ね、ちょっとパイエットさん超えたいかなと思ってで今ベッカム、うん、この状態でもすごい強いって思う。これやプレース99で、やカーブ96なんですよね。ここがどこまで上がるかだな。そうなんですよ。パイエットに勝てるか、おい。パイエットなんだっけ98なんだけど。99、98。いや、プレスキックは99じゃない。あー、なるほど、そういうことか。だってさ、もうフリーキックの適応度的には99なんでしょ、うん、ベッカム。あとはカーブがどんぐらい上がるかだよね。ですね。いや、99まで上がってほしいな。下の方とか、まあ、あとはグランダパスとか、あ、フライパスとか。フライパスは99か、もうこれ以上上がんないと。なるほどね。スタミナ、まあまあ、そうですね。あと、あ、コンディション安定度とか、ね、コンディション安定度8はすげえな。で、まあ、やっぱりピンポイントクロス、ここですよね。ここだな、うん、この能力でピンポイントクロスとかさやばくない？えぐいよ。うん、ルカクとイブラヒモビッチ2トップでベッカムからクロスゲーやりまくってみたって動画撮りたいわ。だから俺残念ながらパワー系のフォワードがいないんすよね、まだ。あ、そうか、でけえのいないのか。なんで本当俺今回のガチャでロナウドかスアレスだったんだよね。そうだね、また引きたいな。うん、あの2体いたら最強だな本当に強いよ。クソ強いんじゃないあれ。ということで、うん、まあ、今回はね、ちょっとベッカムさんのやっぱりプレースキック、カーブですね、カーブ、プレスキックあたりちょっと上げたいので、うん、レベルアップ条件トレーナーあれだけぶっ込みたいと思います。うわ、素晴らしい。で、レベル上げるためにしっかりトレーナーもちょっと増やしといたので、うん、それもいっぺんに入れ込みたいと思います。じゃあまずは、はい、育成からいくってことですね。まず育成からいきます。今レベル31です。1、あー、1個ぶっ込んでたもんね。はい、なのでこれが39になるなんですね。レベルアップ条件トレーナーが今8体おります。やばいね。これ一気に入れれるよね。一気に入れれるね。よし、とりあえず上限アップしようか。いきましょう。うん、大丈夫だよ、これベッカムにやってるよね。 OK。 さあ、いきます。レベル39への道、上がりましたね。上がりました。とりあえず、まあなんかあっさりだけど、ここ結構スッと上がるよ、ね、何もまあね、まあこっからですから。さあ、どこまで上がるか。多分マックスにしたら、うん、本当レベル60とかになったら、うん、99、99には 100% になると思うんですけど、うんうん、そうだね。ここでどうなるかな。ここでだよね。とりあえずトレーナーぶっ込みましょう。どんぐらいぶっ込むの。でもレベル30超えだからかなりレベル上がんないと思うな。これほとんどノーマルでしょ。銀玉も入ってはいるんですけど、多分全部ぶっ込んでもマックスいくかどうかだよな。マックスいきたいな。というのも全部入れちゃいますか。うん、さあどうだ。40、いや、ただ結構いってほしいな。レベル8上がるかなと。いいなあ。そしたらなんか銀の選手もうちょっとあれぶっ込む。3、4、5、あ、結構いかない。1、あー、やっぱいかないか。あれだけぶっ込んでもやっぱいかないっていうのはね。だけどまあまだ、うん、いけますよ。いや、総合値90にしたいね、うん、なるかな、あと2上げれば。とりあえず引くだけ引いて、後でまとめてトレーナーにしちゃいます、うん、なんかすげえ顔のやついて、めっちゃ笑ってるやついて今よし、おお、これでスカウト50だね来た来た来た
さすがに上がるでしょ。さすがに上がるよな。てかこれ50いったらなんかさ、余っちゃいそうだよね。でもいいんじゃねえかな。とりあえず20ぐらい、まず。そうだね。20刻みぐらいでやっとくか。ね、怖いよね。よし、これでいきましょう、まず。ちょっと様子見たいね。20でどのぐらい上がるのか。どうも、ね、これ全然上がんなかったら。上がんなかったら意味ない。あ、結構上がるじゃん。あー、あともうすぐじゃん。うん。じゃあ、あととりあえず、18か5、とりあえず5いく。5いくか。これでいくでしょう。ベッカム、強くなれよ。レベル39。さあ、あー、来た。あー、でも総合値89だね。90は。もうちょっと足りなかったね。40でなるのかな、わかんないけど。いやなんか、切りよく40行きたかった、ね、なんか、行きたかったね。うん。あ、でも。だけど、今ボランチだから。あー、ボランチにすると、総合値91なんだ。あ、すげえな。見てみる。さあ、見てみますか。これ楽しみだな、これ。ボランチだと91やばいな。あ、あ、惜しい。欲しいな、これ。いやいや、カーブ99への道。いや、結構これ。だけど100%これレギュレベル上げ上限、ね、今後入れてったら。うん、そうだね。え、てか、やべえ、グランダーパスが95まで上がってんだけど。ほんとだ。これやばい能力。うわぁ、キック力87。もうなんかさ、メッシに加えるとかロナウドにこう上限アップ加えるとかじゃなくて、うん、やっぱ好きな選手にさ、そうだね、ぶっ込むのもこれはこれで面白いな。いや、面白いね。しかもレジェンドだからね。いや、やばいなこれ。で、ちょっとマックスメンバーで試合します。いきますか。え、で、俺ちょっとあの、取ったイスコさん入れてもいいですか。あ、いいよいいよ。ちょっとメンバー設定します。うん、俺ちょっとイスコレベル上げちゃいますわ。まだトレーナー待ってるんで。うわー、やべえ、ガチじゃねえかよ。よし、イスコ強くなってこいよ。何ぐらいになるかな。2000ぐらいまで、2000ぐらいでいくか。じゃあそうだね。もうレベル25まで上がった。あ、強えな。総合値86になるわ。対戦いきます。じゃあいきますか。2100前後ということでね。はい、チームパワー、同じぐらいでいきましょう。いきましょう。フレンド対戦をちょっとやったことがないから。ちょっとやってみたいね。やってみたいね。トークと対戦。フレンドマッチ。フレンドマッチじゃない、初めてやる。てか俺らフレンドになってる。なってた。あれだよ、多分前の時に2017の時になってたんだよ。ああ、フレンドマッチ。あ、来た。対戦申し込みありって出てる。あ、本当だ。お、すげえ。チームパワーもちゃんと入ってる。そしてフレンドさん、俺とおもちゃさん、おもちゃさんの2人しかいない。はい、この2人フレンドにいるって今倍豪華だな。いやいや、逆に俺もおもちゃさんとお前しかフレンドにいない。友人が少ねえな。いや、ほんとよ。寂しいフレンド1なんだったな。寂しいフレンド1なんだよ。ちょっと時間かかるのかな、普通のマッチング。ちょっとあれかな、まあ、この距離でやるんだったらこれ普通やんねえよって話だよね。まあでもちょっとやってみよう。 OKOK、 来ました。どのぐらい賃あるのかわかんないし、ね、なるほどなるほど。で、僕の方のスターティングメンバーがこちらですね。はいはいはい。で、俺の方見ないと。もうあと20秒だよ。やべ、そこじゃない。はい、はい、ゴー。強っ。こちらです。メッシはちょっと外しました。よく入れ込めたな。ちょっと無理やりぶち込んだ。ネイマール、ロナウド、ベイルもいるし。やばいだろこれ。ルカク、ロナウドにもうぶち当てていくっていう。これキーパーだ。これペリンですね。ヒゲメンです。めちゃロン毛だった。ちょっと久しぶりの対戦。いや、マジで久しぶりっすね。あのベッカム VS メッシ以来だよね。俺がPK、 激闘の PK を制したあの試合です。いや、マジで今回勝つわ。北澤さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。不動の永田もいるから。前半見ていきましょう。このゲームは世界でも十分注目されているマッチ。いわゆる強豪同士の対決ということになります。マジで。てか俺完全にスピードスターだよな、攻めが。本当はもうちょっとあの強いタイプが欲しいんですけどね。うん、いや、危ねえ。うわ、怖い、来んな。お前、怖いよ、サネとスパッペ、やばいでしょ、あそこ。あのライン、マジ怖え。200億の男。超強えな。マルキージオがね。いや、俺もね、俺も入れようかね、悩んだんだよね、マルキージオ。ベイル、タ
対応します。いや強っ、ジョルディアルバ。ポグバ本当にね使えるんだよね。いやイスコ、裏へのスルーパス。でまだねイスコチームに慣れてないから。やべえ来た、このスピード、ムバペ危ねえ、危ない。やムバペさんいいっすよ。いやてか3年抜けるんだよ、マジ怖え。3年ねマジ早い。ネイマール、ネイマールやべえな。クロスを選択、ネイマール、さあルカク、いけ、つえよしよしよし、いいぞ。うちでけえのめっちゃいるから。いや、でけえの欲しいわ。あ、いいとこ、ベスゲコード。でかい。危な。ヘディング。ヘディングの嵐だな。いや、まさかベイル、あんなとこでヘディングすると思わなかった、今。すごい位置だったよ、あれ。来たーと思ってさ、誰かなと思ったらベイル。お、サネ競り勝ったぞ。やべ。確か。ナイス！あー、ぶんねえ。てか最後のパスもっと丁寧にいかないとな。おい、ハンド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 、おい、危ねえ。ハンドルメジャーで出てなかったか。若干ね、危ない、危ねえぞあいつ。体を完全に、もう体は出てたからな。ボールだけは失神したな。ボール方向おかしかったからな。あんな形になるんだな。今のめっちゃ面白かったよ。今の完全になんかリアルだよね今。本当にあれはあるよ。ちょっと出すぎちゃってみたいな。あやべえ、設定あれしないな。これ延長とかにしてないわ。あーやばい、これはやばい。オフのオフ。そう。うわ、長友も。いや、いるさ、そりゃ。おーおー、これはロングスローだろ。いいいけー、よし、うちのベステルゴールド最強だから、マジ。マルキージョコからルノワシか。でかいのに当てる。裏のスペースへ。やっぱ違うな、ロナウド、ドリブルが。ちょっとルーズになる。ナイス。イスコックから長いボール縦。さあ、カウンタースピードを上げたい。これいいんじゃない？いや。ああ、うまい決勝か。よし。すげえ上がってきたなお前。よしよしよし。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに。あぶねえ。おいおいおい。打つか。やべえ、くそ。あのサネとムバッペやばいよ。スピードで押し切るしかねえよ。怖え、あれマジで。この試合も終盤に差し掛かりました。両チームとも攻めるシーンはあったんですけれども。来た、あぶねえ。うわ、マジか、あぶねえ。また苦戦されてるな。しっかりよ。俺あのシーン何回も見たことあるわ。最後ですよね、チャンスありますよね。うわ今危なかった。ルカク、でもルカクやっぱねすげえ決める、ほんとに。オッケー、あ、これやばい。これまた PK 戦の流れとかじゃねえだろうな。え、だから設定多分してないんと思う。あ、そっか。延長、オッケー、来た。出た、右サイドもらったよ。なんやばい、あぶねえ。おい、いや、あの位置のマルセロは強いよ。いい攻撃でしたけどもね。まだ時間ありますから、この試合は…これやべえな。フリーで受ける。収まったフリーだ。シュート。いいー。いや、いや、ナイスセーブ。危ねえ。この位置からのシュートよく止めましたよね。ファインセーブですね。オッケー、来た。あー、取れないか。今のチャンスはものにすることができませんでした。クリスティアーノ・ロナウドからベイル。ましたね、さあルカク。よっしゃ。危ねえよお前。今危なかったよ今。オンゴールかと思った今。オーナーキック。今なんかすごい小競り合いになったよな。くそー。
てか最初からさ初期設定でも延長 PK ありってできないのかな。いやまあただいい試合でしたね。うんうん、まあこんな感じだよね。こんな感じですね。まあ一応今回はベッカムを、うん、あの条件アップさせた動画だからだ。てか俺なんかベッカムのこと完全に忘れたわ。確かにベッカムお前触ったか。いやほとんどマルキージオの紹介してなかった。マルキージオとタネとムバッペだったな今回は。今回ねあのベッカムっていう選手俺あんま見なかった気がした今の試合は。だなぁ。うんだよということで、はい、今回はね、タネさんとムバッペさんの、はい、まあスピードやっぱりすごいよっていう動画でしたね。はいはい、ということでね、口透けてるけど大丈夫ですか。いいっすよ。もうまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。いやマジでベッカム何も紹介してなかった。